ドトール直火焼き直火焙煎ブラック克服スキードトール直火焙煎ブラックです。ドトールコーヒーこだわりの直火焙煎、匠の技が光る。焙煎師が手間暇かけて焼き上げた香り豊かなコーヒー豆をブレンド、コク深くすっきりとした味わいをお楽しみください。コーヒー豆ブラジル産、エチオピア産、その他アサヒ飲料、コールド専用コーヒー無糖ブラックです。これをいただきましょう。ドトール。ドトールってこれは日本ですか？ドトール。ドトールアメリカですか？ドトールコーヒー。わかんない。直火焙煎ブラック。皆さん、国家資格ボエラン2級が取れました。2024年2月15日、国家資格ボエラン2級が取れました。合格しましたんで、報告します。なんかタバコばかりつてな、どうしよう、タバコばかりつて、うわ、Nボックスの車内です。2024年2月15日、今日は暑くてトレーナーを脱いでしまいました。20度あったそうです。4月の気温だそうです。直火焙煎ブラック焼き鳥を冷凍20本を買ったので、家で焼きたいと思います。焼き鳥のタレを買ってきました。200円の焼き鳥のタレを買ってきたので、焼き鳥を家に帰って
焼きたいと思います。フライパンでいいんでしょうか、網焼きがいいんでしょうか。まず焼き鳥のタレを浸さないとダメですよね。つけるんでしょうか、つけてから焼いた方がいいんでしょうか。今検索してみましょう。焼き鳥の焼き方、あ、8% しかねえこれ。焼き鳥の作り方、こちらがレシピです。フライパンで焼き鳥。タレは醤油、みりん、酒、水飴、七味唐辛子。49秒で。まずタレを作って、肉を串刺し、弱火で5分加熱、タレをフライパンに入れて、あと5分加熱した焼き鳥を乗せる。それで出来上がり。もう一回見ましょう。フライパンで手作り焼き鳥。まずタレを作り、肉を串刺しにし、フライパンで5分蒸し焼き、弱火で5分加熱。タレをフライパンで焼いて、焼き鳥をまぶす。つけないんですね。つけないでできる。わかりました。焼き鳥の作り方は、タレをまずフライパンで、まず肉を串刺しにして弱火で5分蒸し焼きにする。その後焼き鳥のタレをフライパンで焼いて、5分蒸し焼きにした焼き鳥を焼いて出来上がり。簡単ですね。チューハイ飲もう。ストロングチューハイ。サタデーマガジン、マナジャ。18時35分です。
これじゃあ長い LED ライトに必要ないですね。あるんだけど使わないでいいですね。そのくらい明るいです。爆光ですね LED。 じゃあそろそろ帰りますか。皆さん、さようなら。